平日の午前2時半、真夜中にパソコンに向かっているのは、大阪市立の小学校で6年生の担任をしている松下淳二先生です。でも1時半に目が覚めましたね。今日だけですか？いや、毎日ですね。毎日早いですね。2人の子どもの父親でもある松下先生は、夜は子どもと一緒に早く寝ます。その分未明に起きて、学校でできなかった仕事や授業の準備をする毎日を送っています。このメモっていうのは何ですか？このメモは授業の流れです。東日本大震災の復興基本法で3ヶ月かかったよっていうところは、子どもたちに授業で考えさせたいなって思ってます。児童との接し方について書かれた本や YouTube も参考にしながら、その日の授業をどう進めるかシミュレーションをしていきます。おはようございます。子どもが起きてくるまで準備をした後、3歳の娘を保育園に送り届けて学校に向かいます。最近はこのパソコンの方に欠席連絡が来るようになったんで、開いて確認をします。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。一応挨拶してね。おはようございます。この日は新しく設けられた ICT 教育で、一人一台支給されたパソコンを使う調べ学習。菅島ってところを調べてます。菅島、この写真を保存してパワーポイントでそれを載せる。パワーポイントって使い方って授業で習う、先生から、ついていけない。子供の方が早いですね。教えんでもどんどんこう使い方を自分で見つけてきますね。触ってみて。大人はね、やっぱその第一歩がね、なかなかなんですけど、はい、先生たちはパワーポイントやプログラミングなども一から学び、教えなくてはなりません。じゃあパソコン片付けます。片付けた人から休み時間です。休み時間の職員室では、慌ただしく保護者に連絡を取る先生たちの姿が。遅れて、わかりました。2時間目の授業では意外な場面がありました。算数のテストを始めて10分後、次々と席を立ち始める子どもたち。以前は放課後に丸付けをして翌日に返していましたが、自信のある子は先に提出してその場で採点するやり方に変えました。放課後も年々会議や研修が全部詰まって、丸付け採点をする時間も十分ちょっと確保できなくなっているので、もうその時に丸付けするようにしてます。子どもたちにとっても次の日返されるよりも間違い直しもしやすいかなっていうので。もしの X になるけどね。飲まないいいですよ。99の人な、赤い直してる。今のいいリアクションでしたね。午前中の授業が終わり、給食の時間。配膳は子どもたちに任せて、松下先生は職員室と教室を往復します。結構ね、この時間子どもらがしっかりと給食のようにできるんで、この時間もありがたく、お休みしている子の準備を。子どもたちが食べ始めると、先生はお休みしている子に授業の内容を伝える手紙を書き始めました。こんな話来たっけ。
食事に手をつけたと思ったら、次の瞬間にはもう箸から鉛筆に持ち替え、また手紙の続きです。ちょっとコピーしてくるね。先生食べ方いつもある。ね、言ってないですか。ファンなんかさ、こういくもの知ってる？こう言ってたね。この日、席について給食を食べていた時間は64秒でした。ごちそうさまでした。松下先生がここまで時間を惜しむ理由は、子どもたちと遊ぶ時間を少しでも確保したいから。あ、授業も楽しいんですけど、遊ぶとね、子どもとの距離がぐっと縮まるし、うん、先生ってやっててよかったなって思います。近頃の先生はいろんな仕事に追われて、一緒に遊んだり一緒に掃除をしたり、子どもと過ごす時間がなかなか取れなくなっています。ありがとう。他の先生たちに忙しい理由を聞いてみました。夜は遅くて9時とかになりますか？持ち帰りはされた？あります、あります。会議の資料ですとか、あと授業の用意ですとか。でも子どもたちの反応がやっぱりしっかり練った授業とそうでない場合は明らかに違ってくるのを目の当たりに何度も何度もしてますので、英語とかやっぱりなんか専門の先生に教えてもらった方がいいから、なんか専科が増えると、はい、業務がちょっと減るかなっていうのとですかね。なんか事務仕事も、まあ、会計のやつ作ったりとかもするので、そんなんとかもまあ手伝ってもらえたら、まあ、業務はちょっと減るかなとは思うんですけど。 What color do you like? さん、はい。What color do you like? 2020年度から英語や道徳が成績をつけなければいけない教科になったことも負担が増えている要因の一つです。大阪市は専門の教員を増やそうとしていますが、人材の確保は簡単ではありません。近くの人に爽やかにさようなら。さようなら。また明日ね。今日頑張ってね、暑い中。午後3時半、6時間目の授業が終わって子どもたちが下校しました。ここでほっと一息と行きたいところですが、席に着く間もなく職員室を飛び出す松下先生。修学旅行関係の資料を泊まるホテルに送る。午後4時からは学年主任会議です。この日は児童や保護者が参加する行事について課題が見つかり、規定の業務時間を過ぎても会議は続きました。文部科学省によると、残業時間の上限としている月45時間を超えて働く小学校の教員は 64.5%、 過労死ラインとされる月80時間超えの残業に相当する教員も 14.2% に上ります。ICT もしっかり、プログラミングがそこに出てくる、あるいは英語教育が出てくる、 いろんなのがどんどん増えていくだけで、じゃあ何かを減って減らしていったかっていうようなものは一つもないんですよ。今の先生の仕事はブラックと言われることもありますが、ブラックだけじゃない、もっとブラックよりもいいものが教師の世界ではあると思う、僕は思ってますけど、若い人は思ってないかもしれませんけどね。松下先生は普段子どものお迎えのため午後5時過ぎに帰っていますが、7時を過ぎても残っている教員も少なくありません。仕事代も残して帰っているんで。どうされるの？
いや明日と明日もでもゆとりの日で一応早く閉めないといけないんで、ひょっとしたら土日パソコン持って帰ってやるしか間に合わないかなと思います。子供たちに頑張っために頑張って、で子供がいい顔を見せてくれたらね、それ自分嬉しいんで。教員の労働問題に詳しい名古屋大学の内田教授にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、松下先生も本当に大変な働き方していたんですが、こちら小学校の先生残業、これ月80時間を超える、これが過労死ラインというふうにも言われていますが、 14.2% の数字ということになっています。これも影響しているかもしれません。全国の先生が不足している、これが2500人以上ということになっているんですね。内田先生、こういった現状をどのように受け止めていらっしゃいますか？はい、今過労死ラインの数字出ましたけれども、これ先ほど VTR にあった先生が家に持ち帰る仕事、はい、その時間は入ってないんですね。それを入れたらもっと多くなるだろうと思われます、はい、そして今実際にそれ教員の長時間労働によって、まあ、大学生が教員になるのをやめようかなと思い始めている。その結果なかなか教員のなり手不足がこう進行していて、目の前の学級担任あるいは教科担任がもういないっていう状況まで起きてるんですね。だから本当に危機がもう完全にこう現れてしまっているということで、長時間労働一刻も早く解決しなきゃいけないと思いますね。そうですよね。ですから今日の聞きたいはこのどうする先生の働き方ということで考えていきたいと思います。働き方改革、現在こんな議論が進んでいるということなんですね。先生の働き方は定額働かせ放題と例えられることもあります、はい、先生たちには残業代が出ません、代わりに教職調整額月給の 4% が月給に上乗せされているということなんですけれども、はい、この 4% というのは8時間労働分の相当ということで、やはり労働時間の対価には見合っていないということが現状として多くあります。そこで自民党の改革案がこちら、はい、まずは待遇の改善、教職調整額を少なくとも 10% 以上にする、うん、4% から 10% 以上に、2.5 倍ぐらいってことですかね。そうですね、うん、続いて働き方改革の加速化、自動採点システムの導入など業務のデジタル化を急ぐ。しかしこの2つのポイントを今挙げましたが、内田先生、この改革案どのようにご覧になりますでしょうか？うん、はい、もちろんね、もらえる分が増えると 4% から 10% という意味ではいいんだけれども、それによって残業時間が短くなるかっていうところがポイントなんですよね、はい、まあ、結局は定額であることには変わりなくって、それが残業時間の抑制にどこまで効くのかということで、働いた分本当は残業代という形で支払えば、使用者側がもう支払いたくないから業務を減らそうっていう、そういったまた、考えにもなってくるんですけれども、はい、結局定額働かせ放題のまんまっていうところが大きな問題だと思いますね、はい、これやはりですね、この残業代が出ないというのは一つ大きな問題があって、はい、これ先生だけちょっと特別扱いなんですね。他の公務員なんかはちゃんと残業代出るので、まあ、ここは先生だけ特別、実は先生って言っても私立の学校なんかはちゃんと残業代が出たりするので、これ公立の学校の先生だけがこういうルールに縛られているので、まあ、これ野党なんかは、まあ、このルール自体、この調整額自体はやめにして、はい、まあ、ちゃんとこの時間に見合った残業代は支払うべきで、いわゆる残業を見える化していくっていうのがいいんじゃないかというような提案をしている場合もありますね、うんうん、ただ公立の先生たち残業代すべて、まあね、お金をもらうってことにはなかなかできない。そうですね、まあ、これまでのルールというか法律を変えていってちゃんとまあ見える化すればですね、他の公務員にできて、まあ、先生にできないということはないと思う。ただまあ予算化の問題とかね、その額が相当な額になるということはあるんですけれども、まあ、できないことはないと思いますよね、はい、さあそして、先生が言えない本音があるということなんですが、そちらについても見ていきたいと思います。学校に依存しすぎないでということですが、これは先生どういった意味でしょうか？はい、それこそ土日だとかですね、夏休みだとか、何か子どもが学校外にいるときにトラブルが起きる、あるいはちょっと近所の人が迷惑だと思う、そうすると電話を学校にしてくるんですね。そして、まあ、それだけじゃなくて平日も夜遅くでも、まあ、学校に電話をする、まあ、学校の先生はもういろんなこと対応してくれるものだっていうふうにもう社会全体が思い込んじゃっているんですね。本当はそれはこの社会の仕組みの中でどうやって子どもの面倒を見ていくのかっていうのを考えなければいけないんですけど、実際のところは先生のただ働きで、まあ、それが受け皿になっているという状況ですよね。そういった意味で依存しちゃってるのではないかということです。
なるほど、まあ、そんな状況を変えるためにどうしたらいいのか提言2つありますが、そのうちの1つ目ですね、こちらです。放課後の見回りなど先生が背負わなくてもいい仕事は外部委託にですか。うん、内田先生いかがでしょう、こちらのご説明お願いします。はいはい、これはつまり先生の本務、本当の仕事はまあ授業なわけですよね。でそれ以外の本当に、土日あるいは夏休みパトロールとかもしてるわけです。でそういったことは先生以外でもやれるよねっていう観点から、そうそう、ではそれをまあ誰が担うのかっていうのはこれから議論が必要ですけれども、うんうん、そういうふうに先生の授業え本務は何か、そしてやらなくていいものはできるだけ外部化していくっていう発想が必要だと思います。もうね、先生は何でもやっていうふうに言われてます。もうそれぐらいありとあらゆることをやっているということで、そこを本当にやれることと、まあ、やるべきでないことを分けて、そこを少しでも予算をつけながら、外部人材に任せていくっていうことに転換しなければいけないんだと思いますね。提言もう一つございます。それがこちらです。学校側もすぐに保護者の理解がと言わない意識改革をということですが、これはどういうことでしょうか。実はね、これだけ教員の長時間労働が問題になっていながら、はい、校長先生、例えば、まあ、この業務もやらなくていいよ、例えば運動会午前中だけでいいよ、行事はもっともっと簡素化していいよって言いたいところなんだけど、保護者からあるいは地域住民からいろんな要望があって、もっとちゃんとやれと言われた時に、結構ね、校長さんあるいは学校の先生ってやっぱ子どものためにやんなきゃいけないって考えちゃうんですね。その結果仕事は減らない。でみんな子どものためにいろいろやってほしいと思いますので、やってほしいと言われて断れないっていうようなことになっちゃうので、本当は今これだけこうやってテレビでも扱ってもらって、みんなが先生のことを心配してるからこそ、学校の側もあんまりこの保護者地域住民の思いをこう過度に忖度してずっとたくさんの業務をやり続けるんではなくて、今こそこうやって皆さん考えてくれてるからこそ仕事をちょっと削減していく、そして子どもにしっかり向き合う時間を作っていくっていうことが必要だと思いますね。そうですね。ここで、視聴者の皆さんに LINE でいただいた質問です。はい、企業並みの残業手当をつけるべきではないか、内田先生いかがでしょうか。はい、やっぱり働いた分ちゃんと残業つけて、それがつまり時間とコストですね、これが連動することによって結構こう強制力を持って上限がある中で、仕事を減らしていく動きが出てくるんだけれども、うん、今のところ結局は定額働かせ放題、いくらでも業務をやってもそれが残業代にならないということなので、まずはつけるべきだと思います。ただ本当に予算が足りないというふうな大きな問題があるということですね。それが難しいところ。そして LINE 質問もう一問です。はい、登下校の問題の解決は先生保護者がすべき、これどうですかね、内田先生。はい、この登下校っていうのは、まあ、これまでは教員あるいは PTA 地域住民が一緒になって登下校の見守りをやってきたわけですね。はい、でもう改めて考えてみれば、まずそれは先生にとっては勤務になるはずなんですよね。そういう点から、でも今までのところそれはボランティアでやっているということで、もしボランティアでやるんだったら誰がやるべきかって、これ今度行政がちゃんと温度を取って考えなきゃいけない。 そして本当はやっぱそこにちゃんと、優勝にしてですね、手当をつけて、見守りをしていくっていうことにいいのかな。子どものことだからみんなボランタリーにやってくれるだろうという形ではなくて、しっかり制度設計をしていくということも必要だと思いますね。そうですね。その先生が本当に負担になってしまう部分というのを地域で支えていくのか、行政も含めて支えていくのか、いろいろこれ問題難しいと思うんですけれどもね、待遇改善働き方改革に向けて、今月示される骨太の方針でどういったことが盛り込まれるのか注目していきたいと思います。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。